丸式戦車小隊内の2個車両が左の両線に進入します。これらの戦車が入手した情報をネットワークを通じて後続の戦車に伝送します。左手をご覧ください。情報を入手した後続の一丸式戦車2両が射撃を行います。この射撃は高度な射撃性能および機動性能で実現した非常に難易度の高い世界最高レベルの射撃です。スラローム射撃の目標は6の台左、交代更新射撃の目標は5の台左です。支援射撃のもと、一丸式戦車小隊が畑岡地区に攻撃前進します。
3台山を攻撃せよ。富士共同団は突撃部隊の突撃に引き続き、段階的に東照宮へ推進した新たな戦力である戦車中隊のほか、戦闘ヘリコプター AH-64D の先導により、ヘリボン部隊を戦闘に加入させ、空地一体となり、島嶼部一帯に残存する敵を撃滅し、島嶼部を奪回するため、二段山、三段山をさらに攻撃する戦火拡張を行います。戦車共同隊は二段山、三段山を攻撃脱出。一中隊は二段山を攻撃、一中隊は三段山を攻撃せよ。戦車中隊、了解。前方に展開した戦車、装甲戦闘車が発煙弾を射撃します。戦車共同隊、ファイエー。